は高知県阿川郡井の町枝川にある電電交通の線の路面電車停留場枝川停留場が開業したのは1907年。江野線の枝川井の間の開通に合わせて設置された。当停留場より、高知市側はこの時すでに、港内まで路線が到達していたが、港内までの区間には、港内坂があり、井野線は、 坂越えに際してトンネルを掘る必要があったため、枝川井野間の開通が先となった。残された枝川から構内までの区間は、翌1908年に開通し、これをもって井野線は全通を果たしている。構内坂を越える区間は後に改良工事が実施され、1960年にトンネルが撤去された。この改良工事に伴い、東低流場付近でも、 軌道の移設工事が行われている。ホームは2面あり、東西方向に伸びる単線の軌道を挟み込むように、向かい合う。軌道の北にあるのが、針間や橋方面域のホーム、南にあるのが、井の方面域のホームで、針間や橋方面域のホームは安全地帯が広く、待合室もある。両隣の中山停留場や井の商業前、停留場に比べると、東停留場は、 軌道が北側に寄っているため、井の方面域ホームにも安全地帯が備わっている。停留場の利用者のため、建設省の補助により駐輪場が設置されている。かつては列車交換のための設備も備えていたが、1977年の八代信号所復活に際して廃止された。四国旅客鉄道土産線の同盟駅、枝川駅は停留場の南にある。北には、 高知県運転免許センターが立地する。ABCD 今尾圭介、日本鉄道旅行地図庁11中国四国、新庁舎、2009年、60ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。ABCD、土砂電鉄が走る町混弱99.156から158 15ページ ABCDEF。ABC 土佐電鉄が走る町ン弱48から49ページ、ABCD 川島慶造、全国鉄道事情大研究四国編、創始者、2007年、280から289ページ、ISBN 978から4から794216151。土佐電鉄が走る町ン弱45.157ページ、上野広斗、土佐電交通、再出発。 便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 ABC 川島慶三四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、42.94ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。 路面電車は行く高知高知新聞社。1998年92ページ。ISBN4 から875032684。ありがとうございます。